はい、こんにちは。おはこんばんにちは。今回は WGRD というシミュレーション、ゲームをしていこうと思います。戦争ゲーか。作戦とかあるん？実はこのゲーム総プレイ時間10時間以下なんで全然わかんない。とりあえず K1 っていう戦車を配置してみたよ。主の解説してた K2 の前身みたいなもんか。じゃあとりあえずゲーム開始したし、敵が来るまで待機かな。このゲーム、かなり昔のゲームなので主の内蔵 GPU しか搭載してないノーパソでもできておすすめ。結構リアルだしな。司令部車両がなんか短期で突っ込んできたんだけど、あ、K1 にやられた。序盤はまだ有利に戦えそうだな。もっと狙いやすいように前進命令を出してと。早速敵の VTT323 に応戦し始めたわね。強いな。ほぼワンパンじゃね。まあキャンペーンの年代的には最新だからね。この装甲車は機関銃で攻撃してるけどあまり被害はなさそう。あ、敵の支援砲撃か。交代させた方がいいと思うんだが。とりあえず無事な方の部隊を持ってきて、今攻撃されてる部隊は交代させよう。こっちでもドンパチ始めたけど余裕そうだな。よしよしよし、見事な連携プレイ。とりあえず電車交代させて敵が出てきたところを。やば、こっち狙ってきたか。ちょっとギリギリだな。まあ電車だけじゃこうなるか。このエリアでの防衛作戦は中止。交代して一旦立て直しを図らないと。まあ妥当な案。だな。敵が戦車部隊持ってたら相当ヤバかったかもしれない。よし、最後の部隊も撤退させてと。これ呼吸とか概念あるのか。もちろん。とりあえず攻撃を受けた車両はローテーション組んで呼吸受けさせないと。一部隊だけここに残して敵に対応してもらおう。今のところ損害はなし。不幸中の幸いか。敵の装甲車すごいよね。こっちには戦車しかないってのに。それはお前が歩兵部隊置かなかったせいだろ。だって、あ、敵の砲撃。撤退させろ撤退。危な。というかこっちの司令車両やられてるぞ。脱出できたら拾ってやろうかな。まあ期待はしないけど。思った以上に前線してるわね。このままこの K1 は合流させてと。増援の部隊が来てるな。よし、こいつらで時間稼ぎを。前進まなしくしょ。おっと、ナパームが。止まりみか。これ下がれるかな。スタンしちゃってるぞ。まずい。横に向かわせればいいか。アニメネギレサビキャー。여기있습니다。起動中입니다。よし、こいつは補給を受けさせてと。おいおい、敵が来てるぞ。とりあえず最低限時間稼ぎできるように部隊を配置して。敵の対戦車ミサイルが二段目を撃たれる前に撃ったから大丈夫。横からの敵は、まあ大丈夫か。む、私の危機察知能力が。敵の砲撃が来たぞ。おお、危ねえ。そろそろ反攻の時期かな。もう出せる戦車はないぜ。うん、まあいいか。
ちの奴らは、そろそろ脱出させようかな。応援も出せなさそうだし、運だな。こっちも少し早く転換してと。敵があまり見えないな。正直、偵察部隊ないと相当きつい。これ以上後ろに下がれないから、この部隊は前進させてと。状態異常もないし、側面からの攻撃には十分対応できるな。こっちは対戦車歩兵いるけど、まあギリギリかな、と思ったけどそうでもなかった。側面の奴らは一掃しちゃったし、この部隊には前進命令出して道路の安全を確保してもらおうかな。結構悪くない戦いだな。素人にしてはまあまあうまくいってるんじゃないんかな。とりあえずここの歩兵一掃したら、そのままこの部隊は補給を受けさせて反攻開始かな。今度は森に攻撃が来たぞ。どうせ敵からは見えてないだろうし、無理やり後退させて。よし、再編、というか反抗用の部隊を選択しよう。やっと中央の市街地の奪還だな。まあ奪還できる前に敵倒しきる可能性も高いけどね。敵はこの煙幕に隠れて前進するだろうけど、見えたのは歩兵部隊だけだったし大丈夫かな。歩兵なら戦車には手も出せないからな。まあ、四つ部隊がいると話変わってくるけどね。これは、いやいやいや、気にしなくていい。装甲軍だ装甲軍。よし、結構精算な状況だけど各車前進開始。敵の煙幕を突っ切れ。この部隊は前の敵を倒したらそのまま参照部隊に投入よ。引け根拠が根拠攻撃戦だ。よし、反転命令。いや、やっぱ側面防御してもらおう。おい、定義中意味だ。起動中意味だ。敵の VTT323 なんかに構うな。前進前進しろ。止まりピカ。おい、敵の補正部隊が中華、主従と2体で倒せ。電車の機械が狭すぎて敵の歩兵が、いや大丈夫だ、問題ない。勝利はすぐそこだ。あれ、あっさっし。我々はこの戦闘で勝利した。だが敵の総害の1104トンに対し、我々の総害が70低かっただけだ。